ベルクラでございます。でそんなわけでね、このザ・フォレストの、実況の方をやらせていただきます。今回はねちょっと敵の陣地に乗り込んでみようかという、そんな感じでやりたいんですよね。でですねこれアルファ版なので、まあ、説明にも前回も書いてたんですがいろんなバグが存在します。その辺はねなんていうかもうそれありきの要はバグを報告して、製品版で良くしていこうっていう、まあ、そういったことなんですよね。なので買われる方はその辺を考慮して買っていただきたいと。この不時着した場所っていうのは結構ランダムであるんですね。セーブ機能が実装されていないということなんでね現在その辺ちょっとセーブできないんでとりあえずまあお試しっていう感じでしょうか。セーブできないということはそのうちやることもちょっとなくなってきちゃうんでまあアップデート待ちという感じで、実況を撮れていったらと思います。お木の枝があるね。これも大切だからね。わあ、たたたよいしょ。いいぞいいぞこういうのこういうのが大切になってくるからなこれは大切じゃないな。それは大切じゃない。なんかすごいさ崖だねここ。こんなとこあんだね。へえ。いやー意外とこうランダム配置って、うおお、面白いね。うわ、すげえ。うわ、こんな起伏の激しいとこもあるんだね。結構予想以上に広いのかもしれないな。ちょっと仮の拠点、まあ、仮の拠点をちょっと作っときましょうか、ここで。とりあえず、これを作っとくことは大切でしょう。あでこの原住民対策ね。これ前回作ってた時これ無限に作れてましたからねバグでその辺もなんかすごかったですよ。よしここをまず掘っていきましょう。原住民がこう巡回する前にね音に敏感になるよね、ほんと。よしよし。まずはこう、昼夜を変えれるちゃんとした宿をね、ここに建設してから、で、火炎瓶持って、山の中入っていって、敵のあの巣をね、もう襲撃しようかって、もうこっちから行ってやろうかと。カッツシも行ってやろうかっていうね。よいしょ。よし。この辺にじゃあ作りましょうか。崖のところにね。これね、作っちゃいましょうね。わかりやすいですからね。排水の陣でいくぞ。このタイプより、こっちの方でいきましょう。枝とあとは丸だね。OK。拾っていっておきますわ。もうこの辺手慣れたもんだぞ。製品版として本当にちゃんとしたものが出たら結構ハマっちゃうかもしれない知れません私は。コメントの方でラストとかセブンデイズなんとかとかいう同じようなクラフティングできるオープンワールドのもおすすめされたので、まあ、機会あったら、やってみたいかなと思いますね。ただデイジーの方はすで、に購入してあって、まあ、いつか実況を撮るかもしれません。よし木がもうちょっと必要だ、まあ、いつになるか分かりませんけどもね。ただこの森がすごい鬱蒼と茂ったこの感じ好きなんですよね。あ下にやっぱ転がっていったんだねあれ。よいしょこれ持って帰りましょう。
でもこんな崖の先まで原住民来ないんじゃないかなっていうか、霧がすごくなってきてる。丸太まだ足りないか。下に落ちたけど、まあこの辺のを買っていきましょうか。で、前回重くなってたのは PC のスペックが低いからですかっていうような質問を来てたんですが、まあ私のは結構そこそこあるんですけどもね、まあ高スペックとは言わないんですが、そこそこあるんですが、なんかこうプレイしてると、あの建てた建造物って回収できないんで、なんかこうだんだん重くなってる気がします。あのてか全体的にちょっとラグい感じはありますけどね、ゲームとして。まあその辺はまだアルファ1だから仕方ないんじゃないかなと。よし、できた。シェルター、セーブゲームで出てますもんね、これ。で、スリープ、ここで寝る、とエネルギーがフルチャージされて、そしてセーブできると。まあ一応念のためやってみましょうか。フルチャージされてますね、右の方が。もう一回寝て朝の方にしましょう。で、これ異常に鳥がね、これバグだと思うんですよ。異常に鳥が来るんですよ、これ。火とかに集まってくるんですよ。これもね、ちょっと謎ですよね。あの丸太、なんかあれ無駄にたくさん丸太あそこにあるから、ここにもう一つ建造物作っちゃおうか。罠にかかったとこって見たことないんだけど、まあここの辺をこうね、よし、これで罠を作っておきましょう。罠にかかったとこ見てみたいぞ、原住民がどんな顔するんだろうか。チックショやられたみたいな感じになるんだろうか。来てる。複数で来られても困るからな。枝も必要だね。まあまだ火炎瓶がこちらにあるから今まだしのげるんだけどね。ここの安全圏の、これも枝が必要だね。ある程度、メインのものを作ってから旅行きますよ、私は。これクイックスロットあったら、こういうのをもうスロットに入れておいてすぐ出せるっていうのができますからね。ぜひともそういうのを実装していただきたいな。よいしょ。まあ、フォーラムの方に英語で言わないと伝わんないでしょうけどね。よいしょ。よいしょ。ラストっていうゲームも相当、作れるみたいなので、それも楽しそうですね。ちょっと楽しみですわ。今はちょっとこっちの出た方の、フォレストの方を、中心にやっていきましょう。綺麗なんだよな、緑がこれ。大自然で生きてるって感じ。それがちょっと楽しいわ。仕掛けをここに置いて、よし、できた。丸太が1個余ってるね。丸太が1個余ってるか。じゃあここにも。なんかいろいろトラップこれ作ってくれ。枝も必要なんだよ。これ葉っぱだったかな。葉っぱかこれ。オッケー。なんかあまり森の方行くと。溶け込んでますからね、奴らが。あ、ここに丸太が落ちてたな。よしよし。罠だらけにしてやる。車の全部拒んでやるぞ。枝のある方、どっちかな。このこっちの方の奥見てみましょうか。もうすでにちょっとラグくなってきてるな、なんか。
解像度高くしすぎたかな。設定でいろいろ落としてはいるんですけどね。でそれともすごい高スペックが必要なのかな。おお、なんだ今の、なんかすごいレーザーみたいなの出たけど。あと枝だね。奥の方に。なんか知らんけど向こう側にみんな走ってるな。なんか走ってんだよな。自分がこれ罠にかかるってことあるんでしょうかね。あっちが怖いからこっち側から行きましょう。来てる、来てます、来てます、来てます。ああ、いるだ、いるだ、いるわ、いるわ、いるわ。参ったね、参ったね。よし、だいぶ枝手に入りましたわ。帰ろう。オッケー、よし、これやっといて、よし、ある程度用意はできましたね。あ、あ、あ、こんなにまだあるじゃない。これ重要、重要、これ重要じゃない。誰だテニスボールこんなに入れてるやつは。食料はちゃんと取っておきます。よし、じゃあ一旦寝て行きたいと思いますからね。それよし、朝になりそうです。さあ森の中を、駆け出していって、その敵の巣みたいなのに復讐だ、復讐していきたいと思います。もう今の現在のアイテムは、4つ5つとライターか、飲み物、スナック、うん、石、うん、まあ、こんなとこでしょう。心もとないですけども、やっていきたいと思います。うわー、綺麗、綺麗だわ。ちょっと待って、こっち側にね原住民いたんだよね。丸太かな。画面では見えてないかもしれませんけどね、近くいますね。勇気し振り絞っていこう。
こいつら回収だ。危なかった。やっぱ火炎瓶。いや、でも、全部使っちゃったね。もう一つの下屋どこ行っちゃったかな。あれ、死体を集めて作りたいものがあるんですよ。何かと言いますと、あの、死体で作る松明っていうのが、何これ、あ、枝か。結構あれいいんですよ。消えづらいというか。一旦戻ろうか。この辺に作っときましょうか。作っときましょう。これですね。頭とあれが足りないな。すごい話ですけどね、これ。えらい話ですよ、こんなの作るっていうのは。ちょっとね、火炎瓶ないとこれ心もとなさすぎますね。倒したやつってどこに行っちゃったかな。逃げ惑ってたんだよね。この辺だったんだけどな。下に行ってみましょう。空腹です、空腹。スナック菓子をちょっといただいて。ん？この辺海辺だね。あ、なんか建物があるな。建物というか、やつらの印がありますね。死体かな。あ、一応泳げますね。水の中ではないですけどね、もうすでにこれ。変な感じだな。泳いで泳いで。原住民のあれだ。来た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 。これは奴らからアイテムを奪い取ってやるわ。布が欲しいな、これ。火炎瓶を作れるんだけどな、布あったら。奴らのこれあれですよ、アリジソですよ、これ。くそ、人間を襲ってるな、これ。人骨やらないんやら。せめてなんか布っぽいのがあってくれたら助かるんだけど。ちょっと進んでみましょうか。なんか立ってるな、いろいろ。わ、人骨が刺されてますね。これは人間だな。完璧敵の陣地ですわ、これ。しまったな、もう火炎瓶ないからな。あるとしたら布だ。慎重に行きましょう。斧、せめてこの一番今破壊力がある斧で。これ一体すらもなかなか倒せないですからね、この武器じゃ。しかし、のどかなとこだよね。だいぶキャンプから離れてしまったが、もう仕方ないだろう。チャンネル登録は PC からは画面上のアイコンから、そして携帯機器スマホなどの方は下のチャンネル登録ボタンの方から
どうぞよろしくお願いいたします。